ウラジオストク巡洋艦隊と補助巡洋艦一隻を主力として編成された。一般にウラジオストク艦隊とも呼ばれる。日本ではウラジオ艦隊とも呼ばれた。1903年に編成され、1906年に解体した。ウラジオストクに根拠地を置く独立巡洋艦隊の構想は、1901年3月に始められた。編成は、 バルト艦隊太平洋艦隊所属の一党、総合寿命艦、リ陸と、アドミラールナヒーモフ、一等防護寿命艦、バリアーク、アスコーリットなどの組み合わせが検討されたが、最終的にリ陸と、その発展系の艦が極東に配備されることから、その三隻で文献体を構成することが決定された。編入予定艦は、バルト海から開港され、 1903年4月17日には、旅順に到着した。1903年時点でのロシアの太平洋艦隊構想は、旅順に根拠地を置く主力艦隊とウラジオストクに根拠地を置く別動艦隊の二つを柱としたものであった。具体的には、太平洋艦隊主力は、旅順を根拠地とする第1.2走行艦隊、長距離偵察艦及び、 短距離偵察艦第一水雷艇隊及び防備部隊からなる戦闘部隊と定義され一方ウラジオストクを根拠地とするのは巡洋艦文献隊と港湾防備部隊並びに補助艦艇からなるグループとされた1901年から1903年に構想された巡洋艦隊はその主力となる巡洋艦が元来通称破壊のための 単独行動を視野に入れて設計されていたことが大きな根拠となっていた。ウラジオストク巡洋艦隊機関の総工巡洋艦、ロシア。ウラジオストク巡洋艦隊は1903年6月7日に旅順で公式に編成された。艦隊編成に際し、海上からのウラジオストク防備、日本海軍艦隊戦力の一部を太平洋艦隊主力の中流する旅順からそらすこと。 洋上通商破壊の遂行が任務として与えられた。艦隊は太平洋艦隊第一司令官補償喚期を掲げた一党装甲巡洋艦、ロシアを機関に一等装甲巡洋艦、グロモボーイ、リューリク一党防護巡洋艦、ボガトイーリから編成された。機関のロシアは太平洋艦隊第一司令官補であった海軍少将、 エバルトフォン・スタケリュベルク男爵が座上した。これらに加えて、ウラジオストク防備部隊には同行にあった、義勇艦隊所属の蒸気船、ヘルソー,オーンとモスクワも編入されることが予定されていた。また、公用砲艦、コレー,エーツ、マンジュール、ボーブル、シブチが、要塞補助として配備され、機雷布施艦、アレウトが、機雷布施のため、輸送艦、カムチャダールとヤクウトが、 港湾防備のため、公用水雷艇である、第201号水雷艇、第202号水雷艇、第209号水雷艇と6隻の沿岸水雷艇が、港湾の防備と、機雷敷設のため配備されることになっていた。7月から8月にかけて、リューリクと二等防護寿命艦ボヤーリンの先導によりさらに7隻の公用水雷艇がウラジオストクへ到着した。しかし、 交艦と蒸気船、モスクワは、ウラジオストクへ来なかった。モスクワは、後に、スモレンスクと称された高速蒸気船で、義勇艦隊が所有したクルーザーの中では、最速の 20kN の速力を誇っていた。この艦の欠如は、艦隊の行動力へ大きく影響を及ぼした。ヘルソーンも、本来 19.5kN の速力を持っていたが、 ボイラー部長によりこの速力の発揮は見込めず、したがって実戦への投入は限定的になることが予想された。ウラジオストク港の水雷艇。1903年9月には母港を旅順からウラジオストクへ移した。そこではすでに同港にあった10隻の水雷艇と補助巡洋艦、レーナがウラジオストク巡洋艦隊に編入された。こうして、 ウラジオストク巡洋艦隊の戦力は、総勢走行巡洋艦が、新旧3隻、新型の防護巡洋艦が1隻、戦力としては不安のある補助巡洋艦が1隻、長距離航海は、困難な水雷艇が10隻となった。事実上、戦術的に有効な戦力として、見込めるのは3隻の走行巡洋艦と、防護巡洋艦1隻だけであった。砲艦は、 真の各地に派遣されており、海戦時にすべての艦が合流を断念した。ロシアと大日本帝国との関係は日に日に悪化しており、ウラジオストク巡洋艦隊は来たるべき海戦に備え、朝鮮海峡にて訓練を積んだ。1904年2月から3月の間に撮影された氷の間に浮かぶ装甲巡洋艦、流陸最初の軍事作戦は、 1904年1月31日に開始された。2月8日には日本艦隊の旅順奇襲により日露戦争が開始された。ウラジオストク巡洋艦隊はそれまでの艦隊を白く煙突を黄色に塗装した平樹塗色からカモフラージュとなる青みがかったオリーブの戦時色に塗り替えた。2月9日に海戦の報告が届くと ニコライ・レイチェンシュテーン海軍大佐が指揮するロシア、グロモボーイ、リューリク、ボガトイーリが裁標艦の助けを借りてウラジオストックから出撃した。作戦の目的は日本艦隊を旅順と同行のロシア艦隊主力からそらすことであった。しかし艦隊主力との通信が拡乱を受けたため巡洋艦艦隊はその後の任務を単独で遂行することになった。 かねてよりの計画通り朝鮮半島と日本列島との間の日本の海上交通路上で活発な通商破壊戦を展開した。出撃後艦隊は津軽海峡へ向かい2月11日にナフルウラ丸を沈め全勝丸を撃破して2月14日に帰還した。この出撃の際、ボガトイリは激しい死刑に遭い重大な損傷を受けて半月以上を修理に費やした。 日本側は第一艦隊と第二艦隊が旅順艦隊攻撃に向かい、第三艦隊がウラジオストク艦隊に備えていたが、朝鮮海峡の防護を固めるのみで即応はしてこなかった。左は装甲巡洋艦グロモボーイ、右は機関のロシア3月10日にはステパン・マカロフ第一太平洋艦隊司令官により、 カールル・エッセン海軍少将が艦隊長官に任命された。日本側は、旅順艦隊にある程度の打撃を与えていたことから、上村彦の城中城率いる、第二艦隊、第二戦隊と防護巡洋艦、笠木、義ヨシを旅順から話し、3月19日に、ウラジオストク要塞を、威嚇砲撃した。しかしロシア側は応戦すらせず日本側にも攻め手が、なかったため上村は、 旅順に戻った。4月21日から27日にかけて、4隻の巡洋艦は、水雷艇2隻を伴って、朝鮮半島近海の日本の海上交通水域において、吸収作戦を遂行した。しかし、日本艦隊との遭遇のリスクを考慮し、流陸は除外されることになった。流陸は、わずか 17KN の速力しか保証できなかったためで、ある。 流陸の代わりに2隻の水雷艇が巡洋艦隊に同行した。この出撃は、越戦が指揮した。ウラジオストク巡洋艦隊は、無線機の沈黙と濃い霧のおかげでわずかな小型蒸気船を除いて日本艦隊の目を逃れることに成功。まず、4月25日に元山港にいた540水雷艇で臨検、乗組員を退去させた上で撃沈。また、この日、 萩ぎのう丸または、荻ぎのう丸を撃沈した。4月26日、今度は、に浦沖きで元山守備隊を乗せていた、陸軍運送船、金州丸を、林権、捕虜を収容し撃沈したが、無線防受により、日本艦隊接近が判明したため、ウラジオストクへ引き上げた。艦隊は4月27日、または4月29日に、ウラジオストクへ帰島した。 その時は上村が、ちょうど、第二艦隊、第二戦隊、第四戦隊を率い、ウラジオストク艦隊に対する攻撃を起としており、金州丸も付属していたうちの一隻であった。マカルフ中将を戦死させたことにより敵の出動は、直ちにないと踏んでいたためである。しかし4月26日は、ノームで、金州丸と一旦離れた隙を突かれる格好となったのである。 霧こそ信頼できる我らが同盟者である。定期伝信は、イエッセン提督の言葉を打電した。1905年に撮影された、修理後の防護寿命館、ボガト入り。しかしながら、ロシア艦隊を助けた霧に対しては最新の警戒が必要であった。5月15日、夢中を 10KN で進んでいたボガト入りは、航路を誤り、危険海域に踏み入れた。そして、 アムール湾のブリューサミ先において岩礁に衝突、艦隊に箱が生じ、着艇した。これが艦隊にとって最初の戦力損失となった。結局、この艦は終戦まで修理を終えることができなかった。陸軍に対する補給を海上輸送に頼らなければならなかった日本にとってこの出来事は雑誌できないものであり、朝鮮海峡の警備を戦闘力の低い第三。 艦隊から準主力たる第二艦隊へ変えた。圧倒的戦力を誇る日本艦隊の攻撃目標を、旅順の主力艦隊から自らの方へそらすというウラジオストク巡洋艦隊の目標はここに達成されたのである。ウラジオストク巡洋艦隊は6月12日に、ピョートルベ・ゾブラーゾフ提督が、ロシア、グロモボーイ、リューリクを率いて出撃し、朝鮮海峡へ向かった。 6月15日、筑前沖で陸軍運送船泉丸を撃沈。続いて、この上、交尾不評第一連隊などを乗せた、日立丸と第二築上団司令部、工場砲兵司令部などを乗せた、佐渡丸を発見し攻撃し、日立丸を沈めた。佐渡丸も損傷させ停戦させたが、艦隊は魚雷を撃ち込んで去り、佐渡丸は沈没を免れ、長崎にたどり着いている。 この後北に向かった艦隊は6月16日に舞鶴沖でイギリス船アラントンを打破し19日または20日にウラジオストクに帰島したまたこの時期水雷艇も活動しており6月16日にオクシリ島沖で小船安マ丸と八マ丸を17日に西栄丸を沈め19日に広道丸を打破した7月17日ロシア グロモボーイ、リューリクが今度は、イエセンに引き入られて出撃した。7月20日に、津軽海峡を通って、太平洋に出ると、同日帰船、高島丸、小船、気宝丸と、第二北西丸を沈め、イギリス船、サマーラと、共同運輸丸を臨検した。艦隊は南下して7月22日に、ドイツ貨物船、アラビアオダホ。7月24日には、 伊豆半島沖に達し、イギリス汽船、ナイトコマンダーを沈めた。この船は、日本向けの鉄道資材を積んでいた。この後艦隊は反転し、同日中にさらに小船、自在丸と福治丸を沈め、イギリス船、トナ南を臨検した。翌日には、ドイツ汽船、テアを沈め、イギリス汽船、カルカスを打破した。この後艦隊は7月30日に、 津軽海峡を通って8月1日に、ウラジオストクに帰島した。1904年8月12日には、2日前に、旅順艦隊がウラジオストクを目指し、旅順を出港したという情報が寄せられた。ウラジオストク巡洋艦隊は、その支援のため、ピョートル・ベゾブラーゾフ海軍中将指式下巡洋艦3隻、水雷艇3隻からなる文献隊を編成し、ウラジオストクを出港した。 旅順艦隊は出航同日に敗れ出撃すべきではなかったが、当時の通信技術では不足で連絡が遅れたのである。8月14日には、ウルサン沖で、上村中将指揮下の第二艦隊と遭遇し、戦闘となった。ウラジオストク巡洋艦隊の士官と水兵たちは、戦闘において、非凡な技量と号機を示し、精度の高い射撃により、 日本側に損傷を与えたが、通称破壊を重視した3隻の装甲巡洋艦と、対艦戦闘を重視した4隻の装甲巡洋艦という質と量の差を覆すことはできなかった。ウラジオストク艦隊の巡洋艦は、攻防強に優れる砲塔を備えた艦ではなかったので、ある。流陸は撃沈され、ロシア、グロモボーイは重度の損傷を負い半年以上の修理が必要となった。 これに対し日本側は多少の修理、補給のみで海峡警備に戻っていた。日本海海戦を生き残り、ウラジオストク巡洋艦隊に合流した巡洋艦アルマース。その後、ウラジオストク巡洋艦隊は戦闘練習訓練と修理に日々を費やすこととなった。1904年1月1日に旅巡艦隊が降伏すると、 第一太平洋艦隊本隊の消滅により、ウラジオストク巡洋艦隊はその名を引き継いで、太平洋巡洋艦隊と名を改めた。1905年5月7日には、ロシアとグロモボーイは修理を終え、日本列島近海へ軍事任務を帯びて出港した。そして、3日間のうちに4隻のスクーナーを撃沈した。しかし、5月23日には、 定期的な紹介公開において、グロモボーイが、食い大破した。日本側は、ウラジオストクを目指していたバルチック艦隊を、撃滅させる最後の手段として5月半ば、ウラジオストク郊外に機雷を設置していたのである。また、バルチック艦隊も27-28の28日の、日本海海戦で敗れ、2等巡洋艦、アルマース、水雷艇、グローズヌイ、 ブラブインの三隻のみがたどり着いた。1905年夏には太平洋巡洋艦隊は艦船独立文献隊の指揮権下に入り、ウスリー湾の防備に当たることとなった。司令官はウラジオストク港のニコライグレーベ海軍少将が就任した。日本海海戦に生き残りの三隻も文献隊に編入された。終戦後の11月11日には、 海軍参謀司令部より、ボガト入り、グロモボーイ、ロシアは、南周航路経由で、バルト海へ帰還するよう指令が出た。リーバウへ到着した後、1906年3月30日には、合同文献隊は解散され、艦船は、バルト艦隊へ編入された。ウラジオストク巡洋艦隊は、戦時において優れた戦績を残した。遂行した作戦は、日本海において6回。 太平洋において1回、旅順艦隊の脱出作戦で1回であった。特に通商破壊においては、目覚ましい戦果があり、輸送船3隻、蒸気船5隻、スクーナー8隻、武器密輸を行っていた蒸気船2隻を撃沈した、その中には3200トンの泉丸、6175トンの日立丸が含まれた。また、 合わせて4隻の蒸気船とスクーナーを洋上で打破し、戦利艦としてウラジオストクへ開港させた。旅順へは1000人以上の将兵を上陸させ、280mm 砲弾18発を揚陸した。ウラジオストク巡洋艦隊のこうした働きにより、日本は日本海上の物資輸送を諦めざるを得なくなった。また、日本は重要戦略地点である旅順から、 はるかに離れた朝鮮海峡に第二艦隊という相当の戦力を咲かざるを余儀なくされた。艦隊は一般にウラジオストク巡洋艦隊またはウラジオストク巡洋艦分遣隊と呼ばれるが正式には時期によっていくつかの名称を持っている。太平洋艦隊巡洋艦分遣隊艦隊編成当初の名称太平洋 艦隊巡洋艦隊独立巡洋艦分検隊1904年2月25日からの名称第一太平洋艦隊独立巡洋艦分検隊11904年5月12日からの名称太平洋における巡洋艦分検隊1904年12月20日からの名称旅順の艦隊が事実上消滅したため 日露戦争開戦時の編成、ありがとうございます。